お疲れチャンスラットです。今日はですねこちらマイティーコカツンやっていきたいと思います。はい、新環境ね、コカツデッキ何がつえんやということで、結局このねマイティー逮捕です。はい、まあなんか新環境でおもろいコカツデッキ生まれるかなと思ったんですけども、全然ですね、はい、なんか特に変わらずということで、まあ一個だけねなんかちょっと変わったね特殊なコカツがあったんですけども、なんかハンターミラーみたいなさあったんですけども、まあ LJ が流行ってるので、まあ、全然ダメだなっていう、きついなっていうのでね、はい、まあ今期もね結局強いのはマイキー大砲でしたということで、さこちらねやっていきたいと思います。まあ結局今期戦う上で大事なのは、まあ LJ に勝てるかどうかで、あとはまあ巨大スケルトンに戦えるか、まああとクエイク関係もまあちらほらいるので、まあその辺にやっていけるかっていう部分では、もうこのマイティーコカツはね、ほんと前期ぐらいかな、前々期ぐらいからかな、なんかずっと強いので、まあ安牌ですね。もう海外のコカツトッププレイヤーとかもずっと使ってますしね、もう本当に今コカツ触るなら、まあこれがね安牌かなと。まあなんだろうね、インフェコカツバルキリー縦戦エレスピもまあ全然ありだと思うんですけど、やっぱね最近の時代ちょっと大砲がねガチ強いですね。はい、来ました。ゴブスパ。まあ、マイティ、これも大砲で守れるですね。マイティじゃない、ゴブジャイ緑。はい。緑全部大砲でしばきながらの、もうこの間にね、飛ばしてあげる。で、これプリン行かれるの嫌だから、スケでね、ターゲットね。よいしょ。お願い。あ、待って、やばい。やばい。プリンが、プリンが、あ、マジ、プリンだけは残したかったね。そう、まあ、でも、これもうね、バレル飛ばしちゃええやろっていうの話になるんですけど、相手の逆サイクっすね。謎？相手ザップしかないんですよ。同性でよかったかな。あ、これ諦めたっすね。メンタルお豆腐野郎来た。お豆腐メンタル。あー、守るね。さあ、守ってくる。まあまあまあ、逆にね、今のは、相手はもうどっちかしか守れなかったんですよね。そう、両サイドに振ったにはちゃんと理由がね、ミリあります。はい。まあ、片サイだと、まあ、ザップ、なんだ、ないから、ザップしかないから、めっちゃダメージ入るんですけども、今みたいにね、あるいはコストない時はね、両性振ったらどっちかは絶対ダメージ入るよね、ということでさ、あー、すごい。やばい。いや、でも、強い。強い。いや、プリン、強しかもこの、ハイスピの火力がね、いや、お化けなんですよ。なんか、LSP とかにね、したくなるんですけども、結局ね、この、なんだスケファイスピのね、なんて言うんだろうな、火力というか、なんかもうこれがいいんですよね。マイティーにはマイティーコカツには結局ね。さて、これはエレキには無能なので、マイティー君ここでねちょっと移動ですね。はい、出張です、あなたさんで。右はエレジャじゃねえ、言い間違いがやべえ。さあ来たので、よいしょ。大砲先に置いてあげて、マンナンドラプリン延命できそうだったらしてあげての、いやもうボッコンボッコンですよ。こんなんこんなもんね、秒で解けます、多分。さあ、ウッドもカバーしてレッツゴー。いやマジで、まあこれに関してはただの噛み合い小説もあるんですけど、うん、にしてもじゃない。さあ、ウッドでね、タワーにダメージも与えながら、余裕なるね。余裕なる大砲。いや、もう結局大砲なのよ。大砲あれば全てが守れる。さあ、いや、相手もこれ絶望だろうな。いや、これはさすがに諦めない。諦めんのね。まあでも、あれ。さあ、このロケットはやばいように見えて、やばいです。まあ、さすがにだな。結局ね、なんならキング起動できそうだった。さあ、ウッド圏内おめでとうございます。いや見てわかる、コカツの中でもねやっぱ完成度が高いですね。もう高回転大砲っていうのと、まあ、スケファイスピで高回転なんで、まあ、プリン出してバレル飛ばしてスケファイスピウッド、プリン出してバレル飛ばしてスケファイスピウッドで、まあ、相手がね対応してきたプリン対応してきたユニットと、いやバレルに対応してきたユニットまたプリンでいただくっていう、なんかね、プリンを出してからのゴブリンバレルですね。このサイクルを覚えるのが結構大事かもしんない。まあ、しょっぱなとかは別にいいと思うんですけどね。そう、基本的には、プリンを低めに出して、まあ、キング前ぐらいが一番理想ですね。そう、キング前ぐらいで出して、バレル飛ばして、
対応してきたのを、まあ、スケファイスピリットで処理しつつ、またプリンで処理しつつみたいな。だからプリンをね、場に残すのはちょっとね、意識すると、少しでもね、意識するだけでやっぱ全然変わってくるんだよね。いや、もう相手もうきつそう。で、これで、プリン出てる、この間にゴブリンバレルを僕は今投げたいんですよね。でもしかしたら矢波が来るんで、そうですね。引っかからないように、たまたまね、当たんないように、さあ、で、適当にこうカード回して、これで間にね、もうバレル回ってね、相手はね、ないんでね、矢波が。ファイブもないんで、あ、じゃあどう守ってくんのっていうのを見せてもらおうか。で、まあ、マイティでもいいし、ここは何でもいいな、大砲でも。まあ、マイティにするか。マイティにすると、このマイティが出てる間のカードサイクルがぐっちゃんぐっちゃんなのと、相手が墓石がなかった時に、この受けがないですね、マイティへの。さあ、これ逆行って、このマイティにはもう一枚でカード裂かないといけないと思うんでね。さあ、イルキ。お、それはやってるんじゃないか。さあ。で、フリーズはさすがにないと祈りながらの、さあ、飛ばして。これでかいんですね。このプリンがいる間のバレルで、まあ、対応しつつ、このプリンに対応してきたのを、あー、ここで本当ね、延命なんかできるとよかったんですけどね。さあ、このままね、無限プリンのサイクルになるんですよ。まあ、これはウッドスケでもよかったんだけど、なんかマイティ出し毒な相手な気もしないことはない。さあ、インドラ来たらぶっ飛んでいこう。もうマイティきつそうだもんな。あー。さあ、まあ、エレキでもいいや。さあ、バレル回ったら飛ばして、もうプリンをね、無限にね、なんかあんまりキングラに出すことはね、意外とないかもしんないね。さあ、相手はきつそう。でも、この間無限に回してね、延命できるかな？ああ、延命できなかった。これ良くないですね、ほんとに。でも相手、マイティ受けがね、マジできつそうだからな。で、ここに関しては大砲置いちゃうか。マイティいないんでね。でさ、バレルも出しない。で、こういうなんかね、スケラ抜きには、意外とね、出したりします。プリンですね。よいしょ。さあ、で、無限にバレル。やらめ使った。で、最後の最後だったら、こう、はしまいプリンとかもありだけどね。まあ、一回してもいいけど、これは、余裕がちょっとあるので、ロキ打ちます。はい。相手がファイブ打ってね、気持ち的余裕があります。ペッカタン！まさかのペッカタンが来ましたね。マジ？さあ、矢野はペッカスキャラでしたね。これはまたびっくりですけども。さあ、まあでもこんなの適当に。お料理合戦。ああ、お料理とか言って、ちょっとやばいかな。あ、でも、なかなかいい防衛ロケなのではないでしょうか。やだ、ペッカスキャラちょっとやばいか。でも待って、冷静にさ、矢のアメタルババなんだけど、冷静にやばくね。さあ、まあこれに関してはね、ちょっと溶かしたい願望出過ぎのめっちゃ高め。あ、これやばいかな。あ、でもターゲット捉えてないな、熱い。いやー、取っちゃったー。いや、でもウッド強。これ端プリで削っていきます。で、バレルも飛ばして、こっちのプリンでも延命したいっすね。よし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 。いや、流れはいいね。これロケ2周回します。気合で。なんなら相手にこれ防衛コストも使わして、さあ、ロケ回って勝ちっすね。おーい、強い。え、てかやばくね、俺よく勝ったねこれ。なんかめっちゃ余裕じゃんと思ってたんですけど、冷静に考えたら攻め通んないんですよね。いや、でも勝てるのが、これやっぱマイティコカツですね。ね。てか、いや、3スペだったんか。まあ、なんか重たそうでしたね。はい。まあ、でも、マイティで基本守りつつ、まあ、ゴーレムでも何でもですよ。メガナイトとか。まあ、なんか、基本守りつつ、マイティがね、ないときは、もう大砲スケファイスピでカバーしてみたいな感じかな。まあ、できるだけやっぱね、低コストで回したいね。バレルプリン、スケファイスピュット。まあ、それがしとくだけで熱いんでね。あ、これ、ハシマイファイスピでよかったっすね。この後、結局暇になっちゃうんでね。うん。さあ、新鋭対老兵とかになってくるとちょっと嫌ですけど、これもキング前でいいですね。なんか相手ビビってんな、あの大砲は。
さあビビって大砲来る。エレジャ行きましたね。こんにちはですよ。まあもうこれがね環境なんでね。ワンチャンボン来るかな。残れ。あー残んないか。さあ環境のエレジャイです。ロケットかライトかで悩むんですけども、まあこれ近畿の矢なんでね、どっちだろうな、わかんないですね。でこういうのも、あボンバ強できるだけね低コストで回します。スケファイスピュット優先ですね。いやね、この大砲はね、ぶっちゃけ、めっちゃ嫌なわけではないんですけど、なんか嫌っすね。なんかロケット撃とうにもなんか撃ちにくいっすよね。エレジアやっぱ怖いっすからね。さあ、まあ、ライト撃ってきた。まあライトニングって分かったのはでかいっすけど、まあライトはライトで嫌っすね。さあ、まあ飛ばして、トルネー、からね、これねしばきながら走ってくるかな。いやーいいダッシュっすね。まあプリンも出して、バレルも飛ばしてと。いやーこれボンバーで対応してくるかな。いやー OK。 いや金魚はされてないの、意外とでかいんでねこれ。取れないサイクルなんで、もう定位置飛ばしちゃって、あでも相手ライト削りしてきてんね、そんなやんちゃな。ライトニング削りやんちゃじゃない。まあこれ金起動されるかもだけど、しゃーなしかな。いやーされないかったらよかったんですけど、いやこれロケ打っちゃおう。バニプリンいる分はね気持ち余裕があるんでね。さあまあロケ打つとそうなるっすよね相手も。まあ、問題はねライトニングっすね。これ回します。今マイティ出てるんですぐ回ります。いやプリン頑張れそう。いや結構入ってもうたな、結構入ってもうたな今の。いやでも頑張れる。いやロケ打ちたいねこれ。ライト打ったんでロケ、ライトミラーあるってなこれ。もう一回バレル飛ばさなきゃダメだ。ライトニングミラーお願い、俺の早い、いらっしゃい、ナイー勝っていく。いやマジで怖え。てか一回タワーに通したのあれもったいなかったっすね。低め大砲でもよかったかな。まあ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 、エレジャイライト環境マンをね差し止めていく。12無敗いけそうだな。まあ絶対きつい。なんだろうね、まあなんかやっぱロケなんでホバリングとかが厄介になるんですけど、マザネクはねなんか強化されて、まあ結構言ったら枯渇するメタだとは思うんですけども、なんか思ったほど増えはしないですね。まあ単純にエレジャイが環境で増えてて、エレジャイに対して刺さんないんですよね。そう、エレジャイに対して無駄だからっていうのがまず第一でしょ。で次にまあキョスケも流行ってるんで活躍しない。なんか単純に環境に合ってないですね。あとは HP がやっぱ少ないので、それこそねプリンセスとウッドとかでねしばかれたりすると、あ別になんか怖くないじゃんみたいな、そうになってますね今んとこ。そうまあだからわかんない、もうちょっとエレジャイ減ったりとか、まあでも減るはずがないんでね今の環境だと。そう、まあ、なんかあればね、変わるかもしんないんですけど。
まあ今のまま、今のままなら今のままっすね。なんかさあ、ペッカ工場っていう神愛称を引いたかもしんないんですけど、まあ、なんか神愛称っすね。はい。マジアチ気をつけるですけども、まあ、言うてなんか、プリンセスウッドっすね、マジで。なんかプリンセスの使い方が結構大事で、あ、これ、ザップくるかな。プリンゲーなんすよね、結局。あ、これもう絶対なんかゴーストが言うのなんで、こんにちはしてあげて。いや、もうこれがズルっすよね。で、これでもう飛ばしてあげて。こうやってマイティも受けないといけないし、みたいな。いやー、ファイブか。頑張れるんじゃね？いやー、熱い、頑張れるやないっす。いやー、きついよな。さあ、で、プリンで回収しながら、ぴょーん。さあ、両サイ受けるな、厳しいと。いや、マジなんか強いね。まあ、だって僕バレル飛ばしてただけですよ、これ。投げてただけですよ、本当に。結構ガチで。勝手に投げてるだけでね、なんとかなってるんでね。まあ、この辺になってくるとちょっと嫌ですけどね。これはロケ。さすがに。まあ、打たなくてもいいかもしんないけど。打っちゃう。ん？なんで？まあ、逆にそれはそれでいいみたいな。やばい。止まるか？これは。ザップが来んのか？止まってく。いや、なんか、多分なんですけど、普通にね、枯渇初心者みたいな。なんかね、困っちゃうっすね。やっぱケツペッカとかされちゃうと。普通に。これマジアチきます。ぴょーん。いやー、で、マイティレンで回しちゃおう。さあ、暇ウッドも転がしながらね。いやー、ファイブ防衛やだね。で、ロケットウッド、ロケウッドぐらいの圏内かな。さあ、まあ、バレル、まあ、右でもいいんだけどね。まあ、さすがに、線は左。あそこのマジアチにね、やっぱ、ウッドを当てたい。ウッドじゃない、プリン当てたいよね。うん。いやー、怖い。怖い、一発入っちゃう。いや、ファイブ早っ。今のファイブ。いや、でもこれ、結構無限プリンタイムくんな。うん。いやー、これきついよ、相手。いや、俺の方がきちい。あ、それ壊されたの、やばい、待って。あぶねえ、ガチのスーパー緊急回避した。いや、今のはね、ちょっと大砲のなんかね、延命するべきでしたね。いや、あぶねえ、マジ緊急回避だ。ガチでなんか、ちょいちょいなんかね、あれ？ラスさん枯渇大丈夫ですか？っていうところを、なんかもう、気合でなんかカバーしてるわ。いや、危ねえ、マジで。ペッカ工場にはね、さすがにもっとね、楽に勝たないといけないっすけどね。まあ、スケがね、縦線とかにすると、もしかしたらね、なんか防衛苦手なんすよってこととかは、すごい戦いやすくなるかもしんない。そう、なんか一応、あるんすけど、でもそうなってくると、なんだろうね、空が単純に薄い枯渇になるから、これはね、回転早いから、気合でね、空をカバーできるみたいな。高回転プリン、高回転ファイスピ、高回転マイティみたいな。そういうデッキなんで。うん。あんま回転遅くはしたくないですね。遅くするならもう、インフェにしちゃえばいいっていうのがあるんで。さあ、来ましたね。ゴブドリーウォールブレイカー。痛いよ。
痛いよスケキンくん。あ、ゴムマイティ放置すると、あ、持ってんだウッディを。ウッディ持ちくんね。スケブが回ってると、さあ、まあゴブドリくんか。まあ頑張りましょうって感じかな。まあスケファイスピで、ゴブリンドリル完封ができるんですよ。できた気がします。はい、僕の記憶が正しければね、ねじ曲がってなければ。なので、まあスケファイスピで完封と、まあウッと思ってるからな。まあファイスピで頑張るか。いやー、これ一発も入らない。いや、入るんかい。いや、マジで。ゴブリン、お前。すぐ横にずれてる。いやー、マジ、めっちゃいい。めっちゃいいインフェだな。神やん、もう、それ。まあ、これにはウッドっすね。まあ、最後の最後はロケ削りができるっすね。まあ、それまではちょっと、頑張って耐えたい。まあ、スケブのサイクルの時がやっぱ辛いよな、これ。うん。いやー、辛いな、これが。これが辛いね。いや、でも全然戦えるかな、これ。勝たなきゃな。最強のコカ使いだったら勝つっすね。さあ、ロケで削って。もはやかかってるかな。やばい、これ。あー、トイト。どっから声出したんちゅう声出た。プリン、そこじゃねえ、向くのは。お前押し出すな。敵か。うわ、スケキン強っ。待って、マイティ、あ、これウッドで耐えて、うおー、マイグンネス、えぐーい。マジかよ、マイティか。君めっちゃ頑張ってくれんじゃん。大好きだよ、もうね。今しか使わんけど。さあ、ということで、こちらも IT コカちゃんね。いや、マジで、結局は大砲でしたね。そう、大砲ゲーと、まあ、高回転のスケファイスピー、まあ、あとロケ削りだったりね。そう、いや、マジでめちゃくちゃね、強いコカツだと思うんで、皆さんもぜひ、こちら使ってみてください。よければチャンネル、高評価もね、お願いします。では、お疲れ様でした。